はい。いつもの峠の雑談です。今日はね、えー、謎のキャンプ場についてというお話です。実はね、今、ここに来る途中にね、キャンプ場を見つけたんですね。えー、前、ここに来て1週間経ってないと思うんで、あの看板、1週間前なかったと思うんですよね。もうすぐね、わ、えー、かりにくい看板が、ちっちゃな新しい看板が出てて、まるまるキャンプ場ってあったんですね。 えとか思ったんですねこんなとこにキャンプ場をね自分の家から割と近いんで、あのー、もしすごい素敵なキャンプ場だったらね絶対誰にも教えるのはやめとこうと思ったんですね。あの <laughs> 基本的にもうキャンプ場をね行ったキャンプ場の名前とかいうのをやめることにだいぶ前にしたんですよ。まあそれ置いといてですけどね。でね気になったんで行ってみたんですね。 そしたらね、えーっと、駐車場があって管理棟があって管理棟っていうほどの管理棟でもなくて何か多分個人の方がやってる事業所だと思うんですけどねそこの横にねあの切り開いた駐車場があってたんですね。<laughs> であのたまたまねあのそのそキャンプ場の方あの外に1人いらっしゃって若い女性のね、可愛らしい方でしたけどねあの カンプ場そのものはどこにあるんですか?」って聞いたらね「ここからさらに上に登っていったところです」って言うんですね山の斜面をね。で10分ぐらい登っていくんだっていう話なんでまあ車とかバイクはねそこの駐車場に置いてそこまでその歩いていくみたいでしたね。でどんな感じのキャンプサイトですかって聞いたら結局あの竹林の中にあ何箇所か所がこうまあ 空き地みたいなのがで,作ってあるんですよ、ね、でまあ聞いてみたらどう考えてもここから10分以上山の上に向かって歩いていくっていうことはね昔ながらのキャンプ場ですかって聞いたらやっぱそうですっていうことでしたんでねあの要はそのオートキャンプサイトみたいに車とかバイクを駐車スペースに置いて真横にねあのテントを立てるとかタープとかねできないキャンプ場でしたね。 えー、まあ、ちなみに値段、いくらぐらいですかって聞いたら、3000円って言ってましたね。あの、ファミリーキャンプで。それだともう少し安いそうです。1500円か、もうちょっと、かな、えー。そのぐらいのこと言われてましたけど、まあ、この時期ね、竹林の中にあって山の中っていうことは、藪カの総攻撃に合うでしょうね。あのー、半端じゃないと思いますね。竹藪の藪カってね。<laughs> しかも、えー、ということは、その、ここから歩いて10分ということは、リュックサックみたいなものに、テントとか全部詰め込んでいるものをですね、登っていかないといけないんだったら、相当辛いなと僕は思いましたね。まあ、登山でね、キャンプっていうか、テント張ってる人なら、そんなのなんてないよっていう感じでしょうけどね。 まあオートキャンプ、基本オートキャンプしかしない僕には、とても、あこれは全然向いてないキャンプ場だなと思いました。まあもちろんね、あま言いません。あの、もしかしたらここを、そこをね、あのか秘密基地みたいなキャンプ場で、いつもなんか、いつも行くキャンプ場としてね、行かれてる方もしかしたらあるかも。なんかね、キャンプ場そのものは前からあったのかもしれないですね。あの、そのちっちゃな看板がね、新しく割と、その、キャンプブーム来てるんで、作って出したのかもしれませんね。 ただ、このキャンプ場名ね、僕は聞いたことがないですね、一度もね。初めてでした。あの、結構、あの、キャンプ情報とか、キャンプ関係のね、本とか、やっぱりキャンプ好きなんで見るんですけど、初耳の名前のキャンプ場でしたね。名前に関して言うと、言いませんけどね <laughs>。言えよって言う人いるかもしれないけど、言わないですね。あの <laughs>、まあ、だから、登山、登山やる人で、 なんてリュックサックにむ必要な点でも含めてですけど全部人揃えね詰めて要は天場ですね山の中で天場みたいなところに行くのが普通でまあちょっとしたキャンプもしてみたいよねと一緒なら向いてるであろうと思うけどこの夏はちょっとやめた方がいいでしょうね。森林港とかね藪川バリアーとか持ってったとしても相当辛い思いするでしょうね。とにかくあの 蚊の攻撃力はすすごいですもんねあの <laughs> 竹林の蚊ってほんと藪蚊でスピード速いですね動きもねあの真っ只中にテントを張るっていうのは僕はあの勇気がないですねまあそんなこと思いました標高がねそんなむちゃくちゃあるわけじゃないんでこの辺はね全然低いんで平地と変わらないんでね藪蚊さんはたくさんいると思いますねあの死ぬほどえー、そんなふうに思いましただけど やっぱりキャンプブームなんでしょうね。あの、超、超、超マイナーみたいなね。なんかこう、絶対これ誰も知らんよね、みたいなキャンプ場でもとうとう看板を出すようになったんですね。商売になるんでしょうかね。なるんでしょうね。でね、一応ね、なんかね、シャワー、シャワー室かなんかは、あるて書いてあったけど、そのシャワー室っていうのは、おそらくはね、そのね、山の上って、その、 えっと、テントを建てる場所でなくって僕が今行った管理棟みたいなのあるところあの要は、えー、駐車場ですねそこに、あのー、建築物があったんでそこの中にシャ,シャワーしてあるんじゃないですかね山の上に作るのは多分難しいと思うんでね多分10分とは言いつつも、まあえー、歩いて10分ならまあまあかなという感じの人もいるでしょうからどうしてもねなんかあのー。 お風呂に浸かるほどでもないけど汗流さないと嫌だという人のためにそういうあれがあるんでしょうね、えー、だと思います一応女性男性向けのシャワー室別になってるみたいなことをちょっと看板見た時書いてあったんでねえ、そんなすごいキャンプ場できたのとか僕は思ったんですけどねそれは大勘違いでしたね多分、うん、もしかしたら昔からあるのかなあれな昔からあってキャンプブームになっ でひっそりやってたのをちょっとだけ看板だけ新しくちっちゃく出しましたみたいな感じなのかもしれないですねそのの可能性すすごい高い高ですね、うん、だからあの感じのキャンプ場だったらおそらくあの要は何て言うのかな市なんかがやってる青少年ななんととかかかキャンプ場ああありますよねいああいう感じのもののもに近いのかなあの確かにね僕の自宅の近くにもね15分以内のところにキャンプ場1個あるんですよあのね。 青少年系っていうか市がやってるキャンプ場、あの要はなんか保護者同伴で、えー、子どもさんとかが行ってね、事前に予約しといて、えー、まああのなんていうのかな町内会で行ったりとかで使うようなキャンプ場ですかね。そういうところ一回見に行ったことあったけど、そこもやっぱねあの北九州市のこの辺って大体あの竹藪がすごい多いんですよね。そこも竹藪を確か切り開いて、あの日焼をちょっと作ってたけど。 あのまあ見に行ったのが夏だったかな YBR250 買ってすぐの頃だったかな話長くなってますけどね <laughs> <あの笑>うわこれ藪形だらけやんとか思ったんですねあのであこれ絶対無理,や無理だと思ったしその、えー、バイクとか車止めてそこもね歩いてその店頭立てるとこまで歩いていかないといけなかったんであこれちょっと僕には無理だなと思ってね <laughs> まあも最もね えとおじさんがソロではちょっと貸してくれそうにないキャンプ場でしたけどねまあそんなことでね不思議な謎のキャンプ場を見つけたんですけどね、えー、僕には向いてないようなキャンプ場でした、えーまあ、そういうキャンプブームがすごい来てるんでなんか普通だったらあんまりね誰も誰も行かないって申し訳ないですけどね人気が出そうにないようなキャンプ場でももうみんなやってますよみたいになってるんですね。 といったところでね。まだチャンネル登録お済みでないようでしたらよろしくお願いいたします。ご視聴どうもありがとうございました。